なんか違う国に来たみたいな感じがして、まあ日本のこの風土の多様性っていうのをよりリアルに感じられましたね。今回はニセコをどういうふうに表現するかという形になるので、まあ食材がね全然やっぱり違いますし、それを探してきて試食をして、でまた自分たちで探しに行って、このニセコに、ね、訪れる20日間があったからこそやってきたことかなと思います、ね、夏どれだけ人を呼び寄せるかっていうのは大きな課題だと思うんですよね。それはこのダイニングアウトで夏のニセコって美味しいんだと、これはみんなちょっと気がついたきっかけになるんじゃないかなと思って、でね、考えてみたら冬たくさんの海外の人が来てもニセコの美味しい食材って冬ないんです。今回テーマが色っていうふうに言われて、色って何だと、普通色からイメージする味わいとか風味ってあるんですけども、それが自分の予定調和じゃないちょっとずれた感覚がいっぱい入ってたんですね。ある種違和感、そのずれた感覚がすごく面白くて、そこがある意味ファッション性っていうかモード感につながってるのかなって僕は思ったんですね。一番印象残ったのは人かもしれないです、もしかしたらね。で僕なんかミラノから今回ニセコにこう入って料理をするんですけど、こんな遠いところまで来てね料理をやるっていう時に、やっぱりサポートしてくれたのはやっぱり地元の方だと思いましたし、すぐ仲良くなりましたね。すごくやりがいですか、地元に本当に残るんですよ、探求心というか、そういうものはすごかったですよ。感動しましたもんね。あの一回あの電気を消して星を見たあの瞬間に、これは体験であってレストランではないと思いますよね。